ペトロフは、チェコ共和国のフラデツクラーロベーを、本拠地とする、ピアノメーカーである。1857年、アントニン・ペトロフは、ウィーンで、ピアノ工房を営むおじヨハン・ハインツマンの下でピアノ作りを学び始め、フリードリッヒ・エルバーやシュバイク・ホーファーといったその他の、著名なピアノ制作者の下で修行した。1864年に、故郷のフラデツクラーロベーに戻り創業し、 父の工房で最初のコンサートグランドピアノを完成させた。その後、業界で初めて鋳造フレームを採用したり、当時まだ普及していなかったアップライトピアノの製造をいち早く始めるなど、斬新な技術と高い品質で名声を得た。1899年にオーストリア王室御用達を取得、1958年にはブリュッセル万博金賞を受賞。 1948年に国有化され経営権は創業家の手を離れたが、1991年に4代目のヤン・ペトロフが経営者として復帰、2004年より5代目のズザナ・ツェラロバー・ペトロフォバーが経営を引き継ぎ現在に至る。ペトロフは1932年にエレクトロ・アコースティックピアノネオ・ベヒシュタインを生産するライセンスを取得し、ネオ・ペトロフとして販売した。 ペトロフ工場は他のブランドも生産している。イジーコフ工場ではワインボックブランドのピアノが事前に組み上げられ最終的に中国で組み立てられる。この工場では第二次世界大戦までアウグスト・フェルスター社の工場があった。国営企業とペトロフ社は2000年までドイツのフェルスター社とは独立にこの工場でオーガスト・フォルスターブランドのピアノを生産した。 2018年現在、ありがとうございます。